家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をやっている西川です。今日は枝豆の鞘が黒くなる原因とその対策についてお話ししたいと思います。そろそろ枝豆、早い方は収穫だと思います。この時期、枝豆の鞘が黒くなっている症状が散見されます。その時の原因と対策が何かご紹介していきたいと思います。最後に質問にもお答えしていきます。最後までご覧になってください。それでは行ってみましょう。ではまず枝豆の状況を見てみましょう。こちらの枝豆はもう収穫してもいい時期になっています。非常にまん丸としてぷっくらと膨らんでいます。収穫の時期の目安としては、このように横から見て全体が丸くふっくらとしていれば収穫の時期です。全体に成熟しているようであれば、株をそのまま引き抜いた方が簡単です。上の方は成長しているんだけど、下が成長していないというような時は、ハサミで一房ずつ取るという方法もあります。ただ、このように平均的に育っている場合は株ごと収穫する方が賢明かと思います。豆類の場合、茎から離れますと、時間を追うごとに甘さが減っていきますので、できるだけ茎がついた状態で収穫して置いておいていただいて、茹でる直前に茎から切り離すということが、甘さを保って、茹で上げる最良の方法です。では問題の黒い鞘ですが、ご覧ください。いくつか鞘が黒くなっています、これは病気なのでしょうか。私の推測では、おそらくカメムシがこの鞘の付け根の部分に針を刺して樹液を吸ったために、このように黒くなってしまったということだと思います。また葉っぱもこのように黄色くなってきています。これは典型的なカメムシの仕業による被害だと思います。他の枝豆は被害を受けていないので、このように立派に成長しています。豆自体も間もなく収穫を迎えます。それでは実際にカメムシを探してみましょう。畑のどこかにいる可能性があります。早速見つけました。これがカメムシです。このカメムシがこの部分をもう吸ってしまった可能性があります。この場合、カメムシは飛びますので捕殺が難しいですが、払い落として足などで、潰してみてください。カメムシを手でつまむと結構匂いが強いので、払い落とす方が賢明だと思います。カメムシのついていたところの葉の裏もよく調べてみてください。卵を産みつけてられている可能性もありえますので、他も探してみましょう。こちらも探してみます。また見つけました。おそらくこれは吸われた後だと思います。まだ被害は少ない方ですから、収穫時期でもありますから、早めの収穫をした方が賢明かと思います。今から、防虫ネットで対策しても、収穫までの間にほとんど期間もありませんので、早めの収穫で次の第2期作に持っていくか、他の作物を育てるということが賢明かと思います。ではカメムシについてまずご紹介していきます。カメムシは先ほどのように、枝豆などの汁を吸って、成長していきます。枝豆だけではなくて、キュウリなどにも止まって汁を吸うことがありえます。特に梅雨が明けて雨が少なくなると多発します。ですので、7月初旬ぐらいから非常に注意が必要になります。枝豆がなぜ黒くなるかということをご紹介します。これはウイルスが原因だと言われています。豆から豆へカメムシが移っていくということで、ウイルスが徐々に蔓延していきます。ですので、黒い枝豆が多発するということになります。では対策についてご紹介していきます。1つ目です。このように黒い房が増えないように、被害に遭ったものはすぐに処分してください。では感染した豆を取ってみます。このような形で発育不全のまま枯れてしまっています。中には大豆のように豆が出来上がっていますが、小さいです。特にこのウイルスは元気な株に自然に移ることはありません。しかし他の豆の生長を阻害しますので、被害に遭ったら取ってください。2つ目です。被害に遭った株に卵を産んでいないかチェックしてみてください。汁を吸うだけじゃなくて、産卵している可能性もあります。このように葉の裏をよく確認していってください。カメムシの卵はこういう形をしています。このような卵がないかチェックしてみてください。キュウリの裏などに産みつけられている場合もあります。近くに枝豆があると飛来してきますので、キュウリなど他の葉の裏もよくチェックしてみてください。最後3つ目です。防虫ネットを設置するということです。カメムシは残念ながら唐辛子消虫液などによる忌避効果があまり期待できません。ですので4月以降成長段階にある枝豆がある場合は防虫ネットを設置してください。先ほどのように被害があってまだ、大きくなる鞘がたくさんある場合は防虫ネットをかけてください。それで防ぐことができます。では実際にかけた枝豆を見ていただきます。これは2回転目の枝豆です。最初からこのように防虫ネットをかけています。ただし防虫ネットをかけていますと、上が使えてしまいますので、別の動画でご紹介したように本葉が5枚から6枚になった段階で先端を摘心した方があまり背が高くならないで枝が張って大きな収穫ができるということになると思いますので、2回目の時に防虫ネットを張った場合は摘心も合わせて試してみてください。防虫ネットを設置する時のポイントを紹介します。トンネルパッカーはできるだけ低い位置で締める。一度止めてからさらに下へ押し下げるような形。それから裾は軽く土をかけて隙間がないようにする。これが防虫ネットを設置する場合の基本です。カメムシは地面を這うこともあります。隙間があるとそこから侵入する可能性もありますので、やはり隙間を作らないことが重要になります。こちらは悪い例で、このように隙間があるとこの隙間から入ってしまいますので、必ず土をかぶせて隙間を塞ぐようにしてください。小さいうちに入っていないか目視などでもチェックしてみてください。見つけ次第必ず捕殺してください。小さいうちに被害に遭いますとそれ以上成長しません。十分に注意してください。カメムシが少し厄介な点が一つあります。鞘ができないとほとんど被害が出てこないということです。小さいうちから葉の養分を吸うということは稀で、鞘ができて大きくなるというタイミングで鞘の付け根から樹液を吸い取ります。非常にタイミングが厄介な害虫です。ですので予防対策をしっかりとして、豆ができた時に被害に遭わないようにしてください。それでは質問コーナーです。こちらの枝豆の動画にコメントをいただきました。今日強い暴風が吹いて全部捨てました。楽しみにビールとつまみの枝豆を食べたいものです、という残念なコメントをいただきました。せっかく育てたのに倒れてしまったのが残念ですね。これからの時期台風などもあります。リベンジで2回目を育てる場合はカメムシの対策にも効果がありますが、防虫ネットで風対策も兼用できますので、防虫ネットを試してみてください。仮に害虫用の農薬などを使っている場合でも、風対策で防虫ネットをしていただくのも一つの方法だと思います。ぜひ頑張ってください。今日は枝豆の鞘が黒くなった時の原因と対策をご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。